F チャンネル。はい、皆さんこんにちは。前回のガレージ動画7でアメリカ風屋根が完成しましたが、今回の動画は内外装を仕上げるための準備をいろいろしてきます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ガレージムービー8 Let's start ポチ。とりあえず最初は窓から設置していきます。防水シートをカットしてタッカーで留めます。箱から窓枠を出して組み立てしていきます。ネジも仕分けられてて分かりやすい。ネジを締めるだけで窓枠は完成します。窓枠は水平を確認してネジで固定していきます。最後に窓をはめ込めば、あっという間に窓の取り付けが終了です。防水シートの切れ目からの水の侵入を防ぐためにボンド防水テープを貼り付けていきます。水対策は念入りにしときましょう。こちらのリクシルの窓は網戸も付属していますが、破れやすいので後から取り付けします。あと自分で買った追加のドアを営業所に取りに行ってきました。リクシルの玄関扉が標準仕様の扉になります。ドアは部品数が少し多いですが、説明書通りにネジで締めていくだけです。想像しているより簡単です。ドア同様枠を取り付けして、鍵などの部品をネジで締めていきます。ドアと窓を同じメーカーにすると統一感が出ます。ドアクローザーも付いてますが、こちらもネジで締めていくだけです。立て行く取り付け終了。続いて石膏ボードを取り付けするための下地を作ります。板をビスで留めていきます。同時進行で電気の配線も行っています。天井にはシャッターのモーター用のコンセントが設置されました。反対側も板を張っていきます。内装を張らない場合は配線を見えにくいように処理しますが、内装を張る場合は隠れてしまうので取り回ししやすい場所に配線を設置します。シャッターを取り付けするための準備も進めます。土台より基礎が出っ張っているため加工をする必要があります。加工方法は丸ノコで切れ目をたくさん入れます。そしたらハンマーで削っていきます。側面に沿って叩くと簡単に削れるらしい。表面を平らにしたら完成です。木材の加工方法も丁寧に教えていただきました。取り付けてみるとジャストフィット、さすがです。反対側は加工が不要でした。コーナー部分4箇所にも木材を取り付けしました。これから胴口を設置していきます。柱があるところに胴口を取り付けしていきます。窓枠下は水が下に落ちるように少し隙間を空けてビスで留めていきます。胴口を入れると外壁材との間に空気の層ができるので湿気が溜まっていても抜けやすい。断熱材を入れる場合は隙間なく施工するので胴口は必須です。断熱材を入れないなら胴口は入れなくても OK みたいです。基礎上に設置する板金もオリジナルで作ってくれました。折り曲げると少し隙間ができるのですが、コーキングで水の侵入をシャットアウトします。下側に防水ボンドテープを貼ってから板金を取り付けします。余分な防水シートを少しカットしました。防水シートを両面テープで貼り付けしていきます。これで上から雨が落ちてきても基礎の内部へ侵入することはありません。こちらはコーナー部分の切り方です。ガレージの基礎上すべてに板金を取り付けします。ドア枠と窓枠上にも板金を設置します。これで板金作業は終了です。スポンジとハケで木枠を塗装していきます。今日も子供がお手伝いしてくれました。二度塗りすれば終了です。続いて軒天作りを紹介します。使用するのは軽カル板です。軽カル板を丸ノコでカットしていきますが、煙が出るのでマスクは必須です。
私のガレージは内装を張るので三角屋根に熱や湿気がたまります。熱や湿気を逃がさないと木が傷みます。そこで軒天に換気口を取り付けて、軒天から天井へ空気を通して反対側の軒天から空気を出します。こうすれば空気の流れができて木が傷みません。内装を張らない場合はガラリを数個つけるだけで OK みたいです。これが軒天に使う換気口です。これから軽カル板を加工していきます。丸ノコである程度カットしたら、ドリルで角に穴を開けます。細かいところはノコギリでカットします。メーカル板は割れやすいのでスタジオを入れてから取り付けします。軒天換気グリルをビスで固定していきます。あらかじめビスを仕込んでおきます。あとはトラス屋根の出っ張り部分にビスで固定していくだけです。これでトラス屋根の換気はバッチリです。軒天にも板金を取り付けします。穴隠しがあるのでハンマーで叩きにくいですが、胴縁にビスで板金を固定しました。これから換気扇の土台を設置します。水平器を使用して 2x4 を柱に固定します。ベニヤにビスを打ち込んで外側へ行きます。ビスが出ているところを鉛筆でラインを引いて、防水シートをカットしたら丸ノコでベニヤをカットしていきます。最後はノコギリでカットします。サンダーでバリを取ったら、子供が塗装してくれた枠を設置していきます。余ったスペースには 2x4 材を入れてビスで固定していきます。換気扇を取り付けするまでは端材で塞いでおきます。本日の作業終了です。次回の動画はいよいよ内装を張っていきます。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録も待ってます。